ランディ・クルメナッハは、スイスチューリッシュ、GR、トン出身のオートバイレーサー。2019年の、スーパースポーツ世界選手権チャンピオン。スイス国内のポケットバイク選手権を制した後、2003年に、ドイツのアダクジュニアカップに参戦。翌年からは、ドイツロードレース選手権 125cc クラスに参戦を、開始。2004年は、シリーズ12、2005年は、 シリーズ6位、2006年はシリーズ9位の成績を残した。また2006年は負傷欠場となったフリアン・シモンの代役としてロードレース世界選手権第9戦イギリス GP から2戦レッドブル KTM125cc チームから出場、グランプリデビューを果たした。さらにこの年はスペインロードレース選手権にもスポット参戦し、デビュー戦で3位表彰台に立った。 2007年、クルメナフハは、レッドブル KTM チームから、ロードレース世界選手権 125cc クラスに、フル参戦を開始した。第7戦カタルーニャ GP、チームメイトの小山和義が、GP 初優勝を遂げた。このレースで、クルメナフハは初表彰台となる3位を獲得。この年のシリーズランキングでは13位を記録した。2008年、 KTM チームに残留したクルメナッハは、第2戦スペイン GP 前にマウンテンバイクでのトレーニング中に転倒し、肥臓破裂の重傷を負う。肥臓的質手術のために2戦を欠場し、また欠場明け後も体調不良に苦しみ、シリーズランキングは25位に沈んだ。2009年は、アリー・モレナーレーシングに移籍、マシンをアプリリアのファクトリーマシン。 RSA125 に乗り換えることとなった。しかしクルメナッハはこの新しいマシンへの順応に苦しみシリーズ21位に終わった。2010年シーズンもモレナーレーシングに残留、クルメナッハは17戦中16戦で完走、15戦でポイントを獲得する安定した走りを見せ、ここまでの自己ベストとなる年間ランキング9位を記録した。しかし、 第13戦アラゴン GP では、スタート直後の第1コーナーで、ポイントリーダーだったマルク・マルケスを巻き込んで転倒。これが危険行為と判定されて、失格処分を受けてしまった。2011年は、キーファーレーシングの援助を受けた新興チーム、GP チームスイッツランドから中量級、元にクラスに参戦。シーズン序盤からコンスタントにポイントを重ね、 第9戦ドイツ GP では4位に入賞し、一時はルーキー勢3番手となるランキング9位につけていた。だがそれ以降は急速に成績が低下し、後半戦に入ると一度もポイントを獲得することができず、最終的にランキング17位に終わった。ありがとうございます。